ビンテンバイエル。岡崎ビンテンがラジオで行うギターワンポイントレッスンです。今回のお題はこれ。デイドリームビリーバーを弾こう。その3、3週目です。9月にリリースされます、リットミュージックからの、フィンガースタイルで弾くソロギター名曲集、珠玉のメロディーですね、ボリューム5になりますが、こちらの、関東を飾る曲ですね、モンキーズのちょうど50年前のヒット曲です。それを弾いてみましょうということで、そうですね、 A パートの最後の方まで解説していきました。もう一度 A パートの5小節目から振り返ってみましょう。そして A の8小節目です。さあ、ここの部分ですけど、コードは A ですね。そして、1弦飛ばしといいますかね、2弦目と4弦目、そしてベース音となる5弦目、これを同時に弾いていくわけですけど、この1弦飛ばしが結構難しく感じる人多いかもしれません。最初は、2弦2フレット、4弦2フレットですね。そして、ベース音となる5弦の開放と、そこからスタートして、次は2弦4弦は開放になります。そしてベース音の5弦が2フレットに移ります。そして最後の、3弦の2フレット、そして、ベース音となる、5弦の4フレットですね、こちらは、2フレットを人差し指で制覇するフォームです。そして、最後4拍目の裏で2弦の3フレットに薬指を戻します。そして A' パートに入っていく。さあ、ここで、割とベーシックなベース音を取っていた A パートに比べて、若干ベースのパターンが変わってきます。1拍目、3拍目、4拍目、ここでベース音が聞かれるようになりますね。で、3小節目に入る寸前ですね、2小節目の4拍目の裏、ここで制覇フォームに持っていきます。メロディーになるパート、ここが、1弦の5フレットまで飛びますのでね、これが若干難しいかもしれません、人差し指は2フレット制覇、そしてベース音となる、6弦目ですね、4フレット、こちらは薬指で押さえます。そして3、4拍目は、制覇以外の指の位置が変わります。ベース音は、5弦の4フレット、これ薬指を動かしますね。そして、制覇はそのままで2弦の3フレットに中指、そして4弦の4フレットに小指という、こういう瞬間的に、押さえ替えなければいけないという難しさがありますけどね。さあ、その小節もう一度、その小節の最後、4拍目裏で、3弦開放を鳴らします。ここで制覇は解き放たれますね。最後コード G なんですけど、このそのま3小節目の、1つ前の小節のコード Fm7、通常のフォームと比べて、6弦がドロップ D になっている分、ちょっと複雑な押さえ方になってますね。ここの A' の3小節目、Fm7、ここがまず大きなポイントかと思います。この続きはまた次週に解説していきましょう。今日のリンテンバイオリンいかがだったでしょうか。このコーナーでは皆さんからのギターレッスンにおける悩み、ご相談、あるいはご質問、何でも受け付けますのでね、お寄せください。
まあ、お便りメール番組ブログよりお寄せいただければと思います。番組ブログは、検索サイトよりアコースティックウィンドと入力すればすぐに見つかります。またこのコーナーは番組ブログよりビデオで見ることができますのでね、ぜひ皆さんのギター向上にお役立てください。以上、リンテンバイエルのコーナーでした。